愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。今週のテーマは刺さっちゃった言葉っていうね、このテーマで喋っていくわけなんですが、先にね、来週のダラダラジオの話を珍しくねさせてください。去年はやってない、でその前の年も確かやってない気がするんですが、実はダラダラジオでね、毎年卒業式っていうのをやっていて、卒業式で祝辞ってあるじゃないですか、ね、校長先生とか、まあ、その地域のなんか偉い方からなんかこう話みたいなので、でああいう感じで卒業生のみんなに向けてこうメッセージというかね、伝えたい言葉みたいのを喋ってたんですよ。でも去年やってなくて、確かそれをやります、来週ね、来週のダラダラジオで、まあ、普通に投稿するだけなんですけども、もしね卒業生の皆さん気になる方いたらね、聞いてほしいなっていうところなんですが、なんで来週かっていうのが、本当は今日投稿しようと思ったんですけど、明日以降の週、まあ来週ね、高校で講演会があったりとか、ちょっと他のね高校生絡みの仕事もあって、なんかここで話しちゃうと喋りにくいなって思って、万が一そのさ、このダラダラジオ聞いててさ、講演会で喋るとあれなんか似たようなこと言ってねえかみたいなのが怖かったっていうのと、あと来週の土日ね、前から告知してるスクールっていう教育クリエイターフェスっていうのね、元気先生とか呼び乗り匠とか伝言くんとかね、でみんなでやろうって言ってたイベント、ちょっと中止になっちゃって、そう、まあ、それはまた動画で撮ったんでね、そっちを見てほしいんですけど、ですけど元気先生と自分、あとクラル先生かは当日埼玉スーパーアリーナで、まあ、ちっちゃくなったけどね、プチイベントやるんです。で土日そのみんなにも会えるから、なんかその前に投稿するよりはそのイベント終わった後のがいいなと思って、なので来週卒業式っていう形でやりますので、よろしくお願いいたします。ということで、まあね、それを伝えることができたので、まあ、本編に行こうかと思うんですけど、今回は刺さっちゃった言葉ということで、まあ言葉っていうのはね、プラスエネルギーももたらしてくれればマイナスエネルギーももたらすわけなんですけれども、まあ、結構自分言葉っていうのがすごく好きというか大事にしてる、まあ、言の葉ってやつですね、はい、すごく大事にしてる人間で、言葉のなんていうのかな、そのセレクト、言葉選びが上手な人にめちゃくちゃ憧れを持ったりするんですよ。そのこの言葉選び好きだなとかね、かっこいいな、いいなみたいな感じで、でだから人から言われる言葉に関しても多分人以上に気にするというか、割と受け取る、まあ、あと馬鹿正直に受け取ってしまうタイプだと思ってて、自分ではで、まあその親しい人にさ言われた言葉で、相手は別にどうこう思ってるわけじゃないと思うんだけれども、それをこうプラスできる限りプラスエネルギーでね、そう、受け取るようにはしていて、その中で最近、まあ、言われた言葉で一番刺さっちゃった言葉をね、今回テーマにしようかなと思って、それがさっき話したスクールっていうイベントね、まあ、今回は中止になっちゃったイベントのプロデューサーやってくれてる鈴木さんって方がいるんよ。鈴木プロデューサーね。で今まで結構長い付き合いでもないか、でもいろいろ一緒に仕事してきて、割とこう、まあいろいろね、意思疎通がいろんなことを話してきた中だと思ってるんですけど、それなりに情熱大陸に出た時に、去年の末出た時に多分その話どっかでしたんだよね。そうで、ポロッと鈴木さんに言われた言葉が俺ずっと刺さってて、実は本人には言ってないから、多分もしこれ聞いてたらえってなってるかもしれないけど、それが情熱大陸に出た時心がピークになってる人が多いんですよねってさらっと言われたんよね。でさらっと言われて、なんで刺さったかっていうと、実は俺もそれちょっと思ってたとこがあって、皆さんがじゃないですよ、毎週ね、毎週お一組取り上げられる番組なので、全員が全員じゃないんですけど、その情熱大陸に出た瞬間が、まあ、その人のピークで、そこからはまあ、落ちるというか、まあ、その実際ご自身がそう思ってないと思うんだけど、なんか周りから見た時にそう見えてしまう人は確かにいたよなっていうのをちょっと思っていて、だからその情熱大陸もさ、あの時は本当急に決まったんですよ。突然本当に棚からぼたもちかっていうぐらいに急に決まった話だったので、でもそれまでもう何年間だ、 6,7 年ぐらいかな、情熱大陸に出ることを夢見て、ずっと夢見てこういう話をしようとかさ思ってたわけです。でもその中でそこの部分ちょっと思ってたんですよ。だって
取り上げられるっていうことは、まあ、注目を浴びてるっていうことじゃないですか、それなりにね。でその注目を浴びてる時にそれを起爆剤にしてまたさらに注目を浴びるというかスポットライトを当たるところに行けるのか、それともそこがピークになってしまってあとは尻つぼみというかってなっていくのか、そうなっちゃダメだよなって、うん、でそうならないためにも日頃からねその感謝の思いをやっぱり忘れちゃいけないとか、よく神輿の話をするんですけど自分は、うん、まあ俺らの仕事ってさやっぱりそれなりにちょっと目立つ仕事をしているので神輿の上に乗ってる方だと思うんです、外に出ていく発信してる人間だからさ。でもそれって神輿ってお神輿ね、わっしょいわっしょいの神輿よ、神輿ってさ担いでくれてる人がいるから乗れるんよ、わっしょいわっしょいって上で誰も担いでくれなかったらわっしょいわっしょいできないわけだからね。だから担いでくれてる人がいることへの感謝の気持ちは絶対に忘れちゃいけないっていう、その謙虚な気持ちっていうのはずっと思っていて、でもそこはつながると思ったのよね、うん、だからその鈴木さんにそれを言われた時に改めてハッてなったの、あ絶対そうなりたくないっつって、だからそう思われたくない周りに、あの時ピークだったよね、だから絶対にこの情熱大陸に出ることを起爆剤にしてさらに上のステージというかに行くんだって思ってて、で今でも思ってるそれに関しては。で実際、まあ、出た後に、まあ、それなりにチャンネルも大きくなって、まあ自分の中で100点はやっぱり上げられないけれども、あの情熱大陸に出たっていうことは70点80点自分の中ではねうまくあれを起爆剤にできたのかなと思っていて、なんかそれを今回に話したいと思って、まあ、結論は言っちゃったんだけど、そうそういうこの話をさせてもらいました。やっぱりね、なんていうのかな、自分のライフプランというか人生設計というかねを考えた時に油断ってしちゃいけないよなってやっぱ改めて思うわけ。さっきの謙虚のところにもちょっとつながると思うんだけど、油断は一瞬たりともしちゃいけない。でこれは営業マンの時に、俺営業やってたんですけど昔ね、営業マンやってた時にその先輩にね言われてたんだけどさ、営業って数字の世界なんですよ、分かるかな、ピンポーンってして、まあ、教材、まあ、俺教材売る仕事だったんだけど、今日は何件売れましたとかそういう話をしていくわけで、そこで評価が決まる。どんなに人柄が素敵でもどんなに、いいやつでも数字が上がらなければ赤字社員なんですよ。だって黒字プラスのね売り上げを上げてないから赤字の社員なの、給料泥棒って言われるんですよ。そうっていう世界なんでね。そうで、まあ、そういうところにいたんですけど、こう数字がいい時ってあるじゃないですか、まあ、調子がいい時よ、みんなの中でね調子がいい時でホニャララって言われて、まあ、これ俺本名な、ホニャララって言われて、分かるか、人が努力するべき時はいつか分かるかって言われて、で俺は最初営業入った時にめちゃくちゃ売れなくて、そうもう本当にね、トンネルの中だった、もう迷路に迷い込んでて、もうなんか突破口が分からなくてさ、で一生懸命それに練習したりとか仕事してたんだけど、うん、でまあそれが実を結んである程度ちょっと売れるようになってきた時にね、そのつる言われたので、ほにゃららって、人がな努力するべきはいつか、努力するべき時はいつか分かるかって、調子が悪くなった時じゃねえんだよって、調子がいい時だからこそ一層努力すんだよっての言われた時に、最初ちょっと分からなくてピンとこなくて、まあなんか言われてみればそうかなと思うんだけどピンとこなかったの。でも働けば働ける、働くほどね、今でもそうだよ、もうほんとそうだと思う。つまり調子が悪くならないように努力をするんだって。で、調子がいい時だからこそ練習をする、努力をすることによって油断をしなくなる、謙虚な気持ちを持ち続けるって、いいことしかねえって。だから、まあ調子がいいから努力するか、同じ努力量でずっといけよって話だったと思うんだけど、うん、みんなにもそれを伝えたくて、これからさもう受験が終わった方もいれば、これから受験の方もいると思うし、もちろん新しいステージ高校とか大学とかね、新しい場所に行く時も行く方もいると思うんだけど、やっぱり人生って波があるから、いい時もあれば悪い時があるからね。そうなのでちょっと覚えててほしいの、いい時だからこそ改めて兜を締めるというか、そう気を引き締めてやっていかなきゃなってっていうのを覚えておいてください。足元救われてからじゃ遅いんだよ。そうできれば足元救われない方がいいんだからっていうのをね伝えたくて喋らせていただきました。
はい、これを鈴木さんが聞いてないことを願ってますけどでも感謝しかないんですよ本当に。あの発言はあそこで言ってくれ、まあ、本人は気にしてないだろうけど言ってもらって改めてまあ自分のね兜のを締めるきっかけにもなったし、そうって思ってます。はい、皆さんもね今後の人生豊かにしていってくださいごめんちょっとまとめの着地点思いつかなかったけどこんな話になっちゃったけど、ここまでね聞いていただいてありがとうございました。ではね、来週は冒頭にも話したように卒業式ということで卒業生に向けて、まあ卒業生しか聞いちゃダメだよっていうものではないんで、あの皆さんに聞いてほしいとこなんですが、特にね卒業生の皆さんには伝えたいことを喋っていきますので、よかったらね来週また聞いてみてください。では今週のタラタラジオは以上で終わります。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。